こんにちは。日経ネットワークで編集長を務めている小原と申します。日経ネットワークは、ネットワーク技術を基礎から体系立てて学びたい。ネットワークの設計構築や運用管理における実践的な知識を得たい。そういった方々を対象にした雑誌です。記事では、図表やイラストを豊富に使ってわかりやすく解説するほか、トラブルやネットワーク構築の事例などを通して、 経験者にしかわからないノウハウを提供します。これから、そんな日経ネットワーク2012年8月号の見どころを紹介しましょう。IPv4 グローバルアドレスの中央在庫が枯渇してから1年半が経ちました。しかし、特にユーザー企業の方々は、まだ実感が湧かないというのが正直なところではないでしょうか。 それでも IPv6 への移行は着実に進んでいます7月号のニュースの裏側でも紹介した「ワールド i p v 6 l ウ u n という世界規模のイベントでは多くの大手コンテンツ事業者などが IPV6 への恒久的な対応を始めましたユーザー企業も今後企業内への IPV6 の導入を考える必要が出てきそうですそこで8月号の特集1では IP アドレス設計をテーマに選びました IP アドレスの設計をきちんと押さえておくことはネットワークの安定稼働だけでなく迅速な障害対応の実現にもつながりますパート1で IP アドレス設計の重要性を抑えた上でパート2で IPv4 アドレス設計のセオリーからノウハウまでを解説します IPv6 アドレス設計はパート3です まだまだセオリーと言えるものはありませんが、多くのインテグレーターなどへの取材をもとに、知っておきたい知識をまとめました。IPV6 関連では、連載講座、ちょっと先取りネットワーク最先端講座にもご注目ください。IPV4 と IPV6 アドレスの混在環境で利用する技術、NAT64 と DNS64 を解説します。NAT64 は、 IPv6 パケットと IPv4 パケットを変換する機能を提供するもの一方の DNS64 は名前解決に利用する DNS の応答内容に含まれる IPv6 の情報と IPv4 の情報を交換するものですもしそもそも DNS 自体の知識がおぼろげだというのであれば先に連載講座 まずはここからネットワークの仕組み超入門を読まれるといいでしょう。今回のテーマが DNS だからです。最初の見開きページでは漫画を使って DNS の世界を簡単に紹介するなど、初心者でも読みやすい工夫を凝らしています。上級者の方はご自身の知識の確認としてお読みください。8月号の特集2のタイトルは、電気代をカットしよう。 節電する IT です。昨年同様、今年も多くの企業が節電対策に追われそうです。昨年も様々な節電対策を試みたと思いますが、もう一度 IT 機器の節電を見直してみてはいかがでしょうか。特集では IT 担当者が実施できる節電対策の方法を分類し、それを実現するツールを紹介します。さらに、 実際に効果を上げているユーザー企業や団体の取り組みも数字を上げて紹介しました。この他にも様々な記事があります。一社の事例を詳細に報告する当事者が語るトラブルからの脱出やノウハウ満載、事例で学ぶネット構築術。最新のニュースをお届けする注目ニュースとニュースヘッドライン、そしてニュースの裏側。 実践講座と基礎講座にも多彩なラインナップを揃えています。日経ネットワークでネットワーク技術を身につける方法は、こうした記事を読むだけではありません。本紙と連動してご利用いただける e-learning もあります。対象となる記事の全文をデジタルマガジン形式で読め、さらにその記事をよりわかりやすく、より深く学べるように、動画や音声、追加解説を用意しています。 定期購読者の方は特集1の一部を無料でご視聴いただけます。e-learning では確認テストも用意しています。これは本詞の最終ページに掲載した確認テストにさらにいくつかのテストを追加したもの。本誌掲載の確認テストの答え合わせもこちらでできます。パソコンだけでなく iPad や iPhone でもご利用いただけます。このように 多彩なメディアで情報を提供する日経ネットワークをよろしくお願いします。